えー、2023年、えー、4月の12日、えー、パソコンではい確認 OK11、OK、時30分、えー、まあ天気今降雨は落ちてきてるんですけども、えー、まあ風が、まあ、ややまああると。 まあフィリピン沖で台風発生してますから、日本全土などでまあ風をえー取ってあげると。木が揺れ始めてるでしょう。こういうふうな形で言ったワードでその通りになるんです。で、台風の威力をえ落とします。で、雨もえこちらの方で、日本全土でえある程度の雨をいただくと。 まあそうすることによって豪雨災害とかは発生しないと。まあ、こういうふうな段取りです。あんまり、あの、雨降ってる時に、その、降量上がってないだとか、そういうふうなところだけは見るんじゃなくてね、しっかりと、まず防災基本。世界中の。以上です。淡井啓介より。